ラジオイレブン。はい、始まりました。ラジオイレブンの吉木社長です。富崎人です。はい、ということで今日は崎人何ですか？ガンバの補強。いや、楽しい話題。社内トークですね。はい、新潟戦ね、勝ったんで、はい、ちょっとまあそんな話もしていきましょうよっていうところですよ。まあ、夏のあれですよね。そうですね、うん、だから夏に限った話。そうですね、即戦力だし、はい、あの取れそうな選手みたいな感じですか？そうですね、まあ、そこプラス、まあけどなんてやろう、まあ現実的にはまあシーズン終わってから補強しそうなとこかなっていうポジションに関してはまあちょっとね、うん、話しつつっていう、うん、まあそれも入れながら、はい、そうそんな感じで。わかりました、はい。まあ、ちょっと前まではガンバ の, その夏の補強絶対いるでしょみたいな、うん、さっきとか言ってましたけど、はいはいはい、それは今となってはどうなんですか？いや、それがけどね、結構変わってきてて僕の中でも、うん、特にやっぱりセンターバック、はい、あの、まあ一応ね今回も上げてはいるんですけど、はい、ただやっぱりもう佐藤福岡良すぎる問題っていう、うん、嬉しい悩みみたいなとこがね、そうですね、出てきて、だからあの、だから今回ね補強に関して話しますけど、はい、前提としてまずやっぱりそのじゃあ今の戦力を整理することは大事になってくるかな。整理っていうのは、だから今の戦力でのうち誰を残して、まあまあそう、誰を放出するのかっていうね、ちょっとまあ悲しい部分もありますけど、まあ、それはどうなんですか？夏にやるのか。ああ、だそれはね結構難しいところ。夏にはやっぱいいんだけにしといて、うん、まあ、シーズンオフにっていう形になるのか。そのパターンもね、うん、あるとは思いますし、ちょっとそこはね難しいところだと思うんですけど、ただまあ一個言えるのはその補強の緊急性はちょっと下がった、まあ、ポジションによっては。おー、よかったよかった。はい、っていうところで、まあなのでね緊急性の高いところを中心にちょっと話していけたらなと。社内で話していきましょう。はい、っていうところですかね。ポジションは、あ、まあオープニングも行きましょうか。じゃあ、はい、行きましょうか。はい、お願いします。お願いします。聞いてるあなたを観客から監督に、今日もサッカー指導者そしてお笑い芸人がサッカー深く面白く伝えていきます。ラジオ11。はい、ということで、はい、まあ、まず補強ポイントはどんな感じですか？今回一応3つかな4つ、まあ、まあ基本3つですね、はい、ポジション上げていて、センターバックと、うん、ウィングとセンターフォワード、はいはい、この3つをねちょっと上げました。なるほど。でそれぞれまあ各3人から4人ずつぐらい名前を上げてっていう、うん、そこのなんか意図というかあるんですか？ここが必要だっていうのは。そうですね、まあセンターバックのところはセンターバックだけちょっと難しくて、うん、あの佐藤選手福岡選手が出るってなった時に、うん、1個考えないといけないな。じゃあコンギョンウォン選手とか、うん、三浦玄太選手とか、はい、こういった選手たちが今後どうなるのか、スタメンに返り咲くのか、うん、それとも出場機会を失うのかで、失うってなった時にね、あのベンチで置いとけるのかとか、なんかそういう問題も出てきそうなんでっていうのも含めてちょっとまあ新戦力も見ていこうっていう。なるほどね。ただまあフォワードとウィングに関してはまあかなり必要なんじゃないかなっていう、まあ、ちょっとパンチが効いた選手。そうですね。ただまあウィングもね結構選手はいるんで、まあ、人数は、はい、なのでそこは難しいけど、まあフォワードは結構どっちかというとちゃんと欲しい。なるほど。人も少ないっていうのも含めて、うん、っていう感じですかね。それぞれまあだからちょっと別々の理由もありつつ、ただまあクオリティ高い選手欲しいなっていうので。いや、欲張りますね。いや、まあね補強は大事ですから。ただあの一個ねこれは注意喚起じゃないけど、はい、ガンバサポーターが大事にすべきこととして、はい、あの選手のねそのネームバリューで見ちゃダメっていう。おお、なるほど、うん、これでねやっぱ補強失敗したりもするんで、そのなんかあんまこの選手知らんぞとか、うん、知ってでもなんかあそこ行くんやみたいなところも含めてちょっと今回は挙げたというか、その、はい、だからちゃんとポヤトスのスタイルとかコンセプトと向き合った時にこの選手いいんじゃないかっていうメンバーをちょっと考えて、はい、僕らなりに並べてみたということで。わかりました。はい、
じゃあ早速、じゃあ後ろからいきます。後ろから、はい、いきましょう。はい、センターバックで言うとまず一人目が徳島ボルティスの森光大選手、はい、おー、徳島から、はい、取っちゃう。ポヤトス監督、ね、あの去年は出てないんですけど、はい、ただ今シーズンあの3バックになってから特に出場機会を増やしていて、そうね、3バックの右のセンターバックを務めているんですけど、はい、やっぱこの選手はビルドアップ能力がまず高い、うん、間違いない、うん、徳島の中でしっかり配球できる、縦パスが速いパス出せます、しっかりバシンと蹴れる、うん、でちゃんと見てそこに通せる、あれやっぱりね、そのビルドアップ苦手な選手とかだと結構リスクもあるんで、引っ掛けてカウンタークラウドがあって出せないっていう選手が多いですけど、そうですね、ただそこをねしっかり認知して出せるっていうのは彼の強みだなっていう、いやいいんじゃないですか、まあ、福岡選手みたいなことですよね。そうですね、はい、まあ、けどタイプ的にはねちょっと違うんじゃないかなっていう、より福岡選手の方が運べたりとかスピードがあったりとかって感じですけど、うんうん、森光大選手の方がなんかその J2 の中なんでちょっと分かんないですけど、はい、そのがっちりしてる感があるというか、なるほど、だから意外と佐藤選手タイプでもある、うん、なんかだから間ぐらい、佐藤福岡間ぐらいの感じというか、うん、タイプ的にはいい、ね、になってくるんじゃないかなっていう、はい、でスッと馴染めそうだよなっていうのも含めて、なるほど、いいんじゃないかなって、はい、はいはい、1人目ですね、はい、2人目いいですか。いいですよ、2人目ここちょっとねビッグネーム上げさせてもらいます。あ、いいです、どうぞ。原輝希選手、あらあらあら、エスパルスから、エスパルスが保有権を持ってるのかな、保有、多分契約はまだあるんじゃないですか。そうですよね、で、はい、今ローンで、ベルギーかでプレーしててっていう、ベルギーやったら、ベルギーじゃないっけ、スイスか、あ、でも満了になって、はいはいはい、帰ってくるってことですね。そうですよね、この夏帰ってくるんじゃないかっていう報道が出てるんで、はい、なのでねちょっとここは獲得ってやっぱ信頼ありますから、そのエスパルスさんの、ね、まあね、選手っていうのも含めて、まあまあ、はい、ビルドアップ能力も高いですし、でやっぱ原輝希選手って結構いろんなポジションができるイメージがあると思うんですけど、うんうん、僕の中ではそのビルドアップが得意なクラブのセンターバックっていうのがね、あの一番いいんじゃないかなっていう、トスでやってました、ね、そうそうそう、ほんまにそんな感じで、うん、トスでやってた感じのプレーを見たいなっていう。まあ、でも原選手、はい、多分ですけど、はいはいはい、あのまだ海外で探してると思うんですよ。あ、まあね、うん、でまあ、それがあるってことは、はい、要は J2 よりも J1 っていう気持ちもあるでしょうね。あ、そうですね、そういう、まあ、もしかしたらそこの、まあ、ガンバじゃないにしろ、もしかしたらねそういう移籍はあるかもっていう、うん、なんで可能性はゼロではないですよね。よし、ここ最近のガンバってそういう補強多いというか、その海外からの出戻り、庄司選手、斉藤光希選手、鈴木武蔵選手とか結構多いんで、ガンバ出身以外の選手からも取ってくるみたいなの、うん、なのでそういうのを含めて可能性なくはないんじゃないかなっていうのでちょっと挙げてみました、うんうん、はい、で3人目、ちょ3人目は、ま、ザ・センターバックっていう選手では全くないんですけど、はい、ファジアーノ岡山の鈴木義武選手、はい、前の動画で、はい、言ってた J2 補強リスト、で左サイドバックですよね。そうですね、基本的には左サイドバックで、まあ、センターバックもどうなんですかね、ちょっとできるかは分かんないんですけど、はい、ただなんでこの選手挙げたかっていうと、うん、あの僕は一個ずっと言ってるのがあって、はい、あの黒川選手の右ウイングが見たいっていう。ああ、なるほどね。いや、左サイドバックでももちろんすごいいいんですけど、はい、プラスで右のウイングもできるんじゃないかなっていう。おー、はい、まあ、ブライトンのねソリーマーチとか、なるほど、もうちょっと前で言うとベイル、あ、もともと左サイドバック出身でウィングで、確かにね、そう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 っていうね、まあ、ちょっとプレースタイルはちゃいますけど、うんうん、けどなんかそういうイメージで、うーん、ガンバだからウィングもね補強ポイントなんで、はい、だから黒川選手で補強みたいな感じになるんじゃないかみたいなね、なるほど、とこも挙げてる中での、で鈴木義武選手ってどういう選手かっていうと、ほんまに、はい、賢い選手、うん、どのエリアでもプレーできるというか、はいはい、うん、内側入ってる、だからちょっと半田選手に似てるから、なるほど、半田選手の左バージョンというか、うん、内側でもプレーできて、低い位置でもプレーできて、サイド幅取ったところでもプレーできるみたいな、うんうん、っていうところがあるんで、でちょっと上背もある、そうですね、180ぐらいあります、ね、うん、多分あるから、うん、だからファー側の、ね、クロスとかしっかり競れるっていうのも含めて、お、いいんじゃないですか。そうそう、黒川選手そこが今やっぱちょっと弱点としてあったりするんで、まだあの今野選手とかも出てきてないですもんね。そうですね、
来シーズンからは間違いなく出てくると思うんですけど、うん、なので、あ、いいじゃない、はい、この選手めっちゃ入ってほしいなって、絶対プレースタイル的にも合うと思うんで、はい、ホワイトソースタイル、うん、はい、ということであげました、はい、って感じですかね、センターバック後ろの選手でいうと。なるほど、じゃあ次いいですか、はい、ウイング、次はウイングか、はい、まずウイング、ちょっとここは希望的観測というか、はい、っていうところで言うと、モーベルク、いやいやいや急に急にアホみたいなこと言ってます、急にアホみたいないやいや、これはねちょっとワクワクしたいじゃないですか、まあまあ、けど最近ね大久保選手とかが ね、まあ、ね出てますから、浦和モーベルクか、うん、多分結構争奪戦になるんじゃない、もしかしたら、うん、そうなのかな、いやモーベルク欲しいクラブはあると思うし、そんな回にガンバね、まあまあガンバの右ウイングに来てくれたら、いやそうよ、合いますよそれは。ただまあ杉山選手とね二郎選手いるんで、僕としてはこの2人にね、まあね、ポジションダッシュしてほしいというか、うん、ポヤトスがどこまでどういう評価をしてんのかもちょっと分かんないですけど、そうね、うん、右のウイングちゃんと左利きで置くってなったらこの2人頑張ってほしいっていう思いもありつつ、ただやっぱねちょっと僕の中では一個レベルが高いというか、J リーグの中では、まあ、うん、なのでまあまあ一旦ね、一旦上げさせてもらったっていう、はいはいはい、はい、ウイング、はい、はい、ところですね。で、あとは二人目、はい、松村選手、鹿島、いやこっちの方が僕は腹立ちますよ何が何が、いやだいぶいい選手、いやいやほん、いやけどそのなんていう、使えよっていうのもあるからね、いやいやだって鹿島が正直僕は代表入るべき選手だと思ってますよ。ああ確かに、ね、ポテンシャル、うん、そうよね、まあ、フィニッシュのところでちょっと課題があるかなぐらいで、はいはいはい、僕は彼はすごく魅力的な選手だと思ってます、ね、そうですよね、もう右ウイングなんか最適じゃないですかガンバ、うん、で結構ね鹿島の今の感じだとスタイル的にそのどっちかというと真ん中でもプレーできますよみたいなキャラをサイドに置いてる名護選手とかね、うん、なので、うん、松村選手的にもちょっとここで移籍考えるのもおかしくないタイミングというか、まあね、うん、なのでめいいな、うん、結構ここ現実的なところもあるんじゃないかなっていうので、うん、それはいいなって思います。いいですか、よっしゃ、はい、でちょっと近いタイプでもう一人、藤枝真由志の久保東次郎選手、はい、ああこれも J2 補強リストから、そう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 、ね、いい選手ですけど、はい、同じ感じで右利きで、うん、右サイドで縦に突破できる推進力あるタイプの選手ですけど、うん、あんまいないですからね、ああいう右利きでもグイグイドリブル突破いける選手、うん、そう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 、ほんまに結構ね縦切ればいいじゃんって思われますけど、それでも縦いけちゃう感じのね、はい、スタイルの選手なんで、いいじゃない、いいじゃない、うん、でガンバのねいろんなタイプのウィング今いますけど、はい、ほんまにスピードがあって縦にいけるのって、まあ、山見選手とかねちょっと、うん、まあ、そういう匂いもしますけど、はい、まあ、あんまりいない、まあそうだね、そう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 、ちょっとこうボール持つタイプが多いかな、そうそうそう、とか、まあ、アラーム選手だったら裏抜けたりとか、あと内側入ってくるタイプやったりとか、うんうん、っていう中でほんまに縦にいけるタイプっていうので、こういう選手はいてもいいんじゃないかなっていう、なるほど、うん、だいぶね嬉しいですけど、いたらいいですね、いやいいですよ、こういう選手をね補強していきたいんだぞっていう、どんぐらい見てるか分かんないですけどっていうところですかね。もう一人いいですか、もう一人いいですよ、はい、あのもう一人もちょっと海外からなんですけど、海外組からなんですけど、はい、遠藤啓太選手、またわけだわけわからんことをね、いや今ドイツの2部かな、はい、でプレーしてるんですけど、はい、やっぱり彼はそのマリノスってちゃんとウィングとして仕事してましたから、幅取って仕掛けてみたいな、まあそうですけど、そうで、いやそのね今けどどうなんみたいなとかあると思うんですけど、僕もちょっとあんまり今知らないですけどけどやっぱマリノスで言うとね、その西村選手とかはもともと仙台で海外で帰ってきてブレイクして代表とかにも絡んだりとかっていう、なんかそれと近い匂いがするというか、まあ今のフォーメーションには合うと思います、絶対合うじゃないですか役割的にも、うん、はい、っていうので、はい、ちょっと海外グイーンからもリストアップしたいなっていうので上げましたね。いいんじゃないですか、はい、でさっきまでは結構右のウィングが多かったですけど、この選手はまあ多分左かな、はい、奥ならっていうところで、うん、わかりました、はい、ウィングはそんな感じです、はいはい、でフォワード、はい、ラスト
フォワード、今まで15分ぐらいか、はい、フォワードいきますと、はい、まず、またまた藤枝前 FC からですけど、渡辺亮選手。今もめちゃめちゃ得点決めている選手です、ね、うん、1位ですから10点かな今得点ランクトップでっていう選手ですけど、はい、どうですか逆にこの選手。この選手は僕は、はい、めちゃめちゃガンバに合うかなっていうおー、はいはいはい、イメージで、はい、まあ、なんでかっていうと、はい、まあ、多分ですけどボールを結構持ちたいタイプのフォワード。あ、はいはいはい、うん、オフザボールっていうよりオンザボールで輝くタイプのフォワードだなっていう印象と、うん、なるほど、まあ、自分でシュートの形持ってるんで、はいはいはい、こうどっちかというとジェバリ選手ってバンバン点決めるって感じでもないというか、はい、うん、そうですね、はい、なんで、まあ、どうその渡辺選手とかは一個違うタイプでいいんじゃないかなっていう、はいはいはい、うん、のは思いますし、まあ、実際点取ってますし、ね、確かに確かに、だからあと結構、うん、なんて言うんだろう、そのいや、やんちゃ気味というか、はい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 、確かにね、うん、いやそういう選手の方がいいですよ、そのなんで性格的に言うと、はいはい、やっぱりね優しすぎる選手とかって結構やっぱりガンバーは求められるものが多いですし、はい、ファンとかからも、うん、っていうところでね、多分優しすぎる選手とかなかなか苦労する部分もあると思うんで、で夏ってなるとね結構お前即戦力が欲しいっていうところで、うん、渡辺亮選手みたいなパーソナリティの選手はめっちゃいいですし、ビルドアップのところで言うと結構役割的にはジェバリ選手と似てくるんじゃないかなっていう、うんうん、ので周りも合わせやすいっていうのもありそうなんで、なのでかなり、まあ、うん、いいんじゃないかなっていうところですね、うん、でもう一人 J2 から挙げると、はい、オセフン選手。ああ、まあね、はい、ガンバはおなじみのガンバサポーターの認知度はかなり高い、うん、やられてますから、うん、去年、はい、清水からね、まあ、分かりやすいですからね、分かりやすいオセフンに関しては、そうそうそう、空中戦強くて左利きでっていうところで、うん、まあ、ほんまにけど今いないんでガンバにそういう、はいはい、去年までパトリックがいましたけど、うん、けど今あんま空中戦めちゃ強いキャラフォワードいないんで、まあね、はい、でオセフンもオセフンで結構、まあ、うずうずしてるでしょうね、うん、今、まあ、J2 でぼちぼち出て2点とか、まあ、ルヴァンでも結果出してますけど、はいはいはい、やっぱサンタナのベンチなんで、うん、そうですよね、うん、まあもしかしたら声がかかったら新たな挑戦いくかもしれないですね、そうですね、うん、っていうので、はい、ここもちょっと可能性ありそうなところ、はい、でまあ、選手ですよ、おお、お墨付き、うん、僕はめっちゃ好きです、いやいいですね、はい、っていうので、はい、挙げたのと、あ、もう一人いましたね、 J2 から、はい、大分の藤本和樹選手、あー、これは J2 補強リストだよ、はい、こちらもで、吉木社長のね、こちらも推薦ですけど、いや、そうですよ、どうなんですかこの選手は。この選手も結構一人で何でもできるというか、うんうんうん、うん、まあフォワードもできるし、まあ、ウイングが多いと思うんですけど、いやそれがいいよね、とか、まあ、うん、2列目こうシャドウとかが多いと思うんですけど、はいはいはい、フォワードもできるし、うん、点取る能力が高い、うん、でガツガツしてる、はいはいはい、うん、あの選手は僕は好きですね、そうですね、だからフォワード以外もできるっていうのは1個ポイントとして高いですし、うん、そうね、もう何よりもやっぱりガツガツしててほしい、はいはい、はい、うん、そこはやっぱ1個目のなんていうの関門というか、どんなね能力が高いとかそんなことよりも多分メンタリティの部分が僕は結構ガンバのフォワードやるなら大事だと思ってるんで、まあ、だから結果的に外国籍の選手とかがねガンバのフォワードで言うと結果残したりしますけど、はい、だからそのメンタリティの部分は大事だと思うんで、なのでいやまずはそこはねクリアしてくれてるのはかなり大きいんじゃないかなと僕の中でも思ってますね、なるほど、はい、でラストラスト、はい、ラストは、これまたちょっと、まあ、ビッグネームではありますけど、はい、小川航基選手横浜 FC ダンジャー争いの相手、はい、いやーくれるとね嬉しいですけど、いやーまあくれるとしたら金だよねまあね、うん、あそうだね、金でしかもう現状は動けない、まあやしね来てくれるかっていうのもあるからね、そのまあ
取るとしたらシーズンオフでしょうね。まあそうですね、夏取れる可能性はちょっと低いかもしれないですけど、うん、ただまあなんて言うやろ、より厳しいところで挑戦したいっていう願望があるならば、はい、来てくれてもいいんじゃないっていう、まあ、そうですね。そんぐらいのね感覚というか、はい、うん、ただタイプ的には絶対に収まりよくて、うん、なおかつ、ボックス内での決定力も高くて空中戦も戦えてっていう、まあね、ところで間違いなくハマると思うんで、うん、見たい見たいところではあるっていう、はい、うん、選手ですかね、はい。まあ、ガンバは金があると思うんでパナソニックも調子いいですし、はい、パナソニック確かにね、うん、めっちゃ売り上げ上げてたもんねこの間。ぜひぜひ、うん、お金いっぱい出してもらって経済、はい、を回していただければと思います。はい、はい、まあそんなところですか。はい、そんな感じでちょっと、あ、フォワード、まああとはイサ選手とか、あ、イサね、はい、もういますんで、まああとはね鈴木武蔵選手もね復活してほしいところありますし、はい、やっぱこういったまあ、今いる選手も結果出しつつっていうのはやっぱ前提にはなってくると思うんで、はい、なのでね、伊佐選手は絶対ハマるんで、まあ、あのもう一生言ってますけど、はい、早く帰ってこいっていうところありますから、そうよ、うん、絶対日の丸を背負うストライカーになってくれるはずの選手なんで、はい、なので頑張れ、そっからステップアップでも何でもいいんですけど頑張ってほしいっていうところで、うん、はい、まあ、皆さんもちょっと、はい、いや、そうですね、この選手欲しいとかあったら、うん、コメントでお願いします。お願いします。はい、ということでここまでのお相手は吉木社長と富崎人でした。バイバイ。バイバイ。